開通当時のザズムの路線。国境線は現在のもの。ネーデルラント南アフリカ鉄道会社は1884年にトランスバール共和国で設立された鉄道会社。日本語ではオランダ南アフリカ鉄道会社とも呼ばれる。ザズムはオランダドイツトランスバールの投資家による共同出資で設立された。 この計画はトランスバールにとっては1870年代以降、開発が進展した金やダイヤモンド等の高産物輸出の際に、ケープやポートナタールといった、イギリス領の国際貿易港を利用せざるを得なかった状態から脱却し、ドイツにとっては南西アフリカとアフリカ東海岸を鉄道で結び、イギリスの計画していたケープ回路鉄道、 建設計画を妨害する狙いがあった。この計画に対して、ケープ首相が抗議したのに対し、ドイツは1894年、デラゴア湾に軍艦を派遣した。この英独の衝突は、デラゴア湾鉄道事件として知られる。免許は1894年末までに、現在のモザンビークの首都マプト付近にあたる。 デラゴア湾ンとプレトリアとの間に建設する条件で交付され、1894年11月2日に全線開業した。1902年に終結した第二次ボーア戦争のトランスバール共和国、オレンジ自由国側の敗戦後、路線はセントラルサウスアフリカン鉄道に継承された。ありがとうございます。